はい、こんにちは、てっちゃんです。ドラクエタクトをやっていきましょう。第74回闘技場最終日となっております。昨日までは18勝0敗、順位は1万円台ですね。はい、では行きましょうか。最終日ですね。イオでしたが、それを意識することのないと、大会だったかもしれない。キラマ3ですね。全く出てこなかったね。エルギ魔王軍です。嘘、なんでこうなっちゃうの。じゃあここか、最初のところにしましょうか。キーファーね、昨日 PV 見ましたでしょうか。テレレーテレレーテレレーレレレレレレ、ドラクエ10ですよ、今度コラボが。そして配布、ヒューザとマイユ、それから魔王です。マデサゴーラ、マデサゴーラで合ってんだっけ名前。配布だよ。いや、キーファー強化されなきゃ。大小丸にしても、その出た当初はもう S に負けないぐらいの強さだったけれども、もうヒューザ眉来ちゃったら、そしてクリスタルが全く足んない。もっとさ、配布してよ。ちょっと待って、見ようか。1番、2番、3番取れるね。これはまあ引いた方が無難だね。これ出てって、大丈夫。これは十字入ってないから大丈夫ね。って感じ。で、真ん中でいいね。で、誰を狙っていくかな。混乱2人取って、で、こっちがこうだね。バタフライもったいないな、そこにいんの。これもこっちでいいか。そんなことないか。できれば、どこまで来る？そこまで来るでしょ。1、2、こっからでもいけるか、バラモス。ね、いけますね。いいね。こっから行こう。で、ラプソーンはダメージ出そう。少しでもね、暗黒。いや、やっとね、110まで、来たのかな ?110 ね、レベルね。なぜか S8 にしてしまった。全然レベル上がる予定ないのに。はい、1ターン目待ちましょう。で、バラモスから行くと。あ、バラモス見なかったけど、竜王より後だったかな。あ、これしかも、これはここでいいけど、これ、こっちずれとこうか。こっちでいいね。次キーファー、それからドリアムを目指していきたいんで、こっちだね。ヒュイーン、入らないように。まあいいでしょう。ここでいいかな。あー移動したね。それになっちゃった。いいぞ、いいよ。これこうか。キーファ次打てるか。これこっか、こっからか。こっからで、こっからだね。はい、次のピサロの、おお実に面白い。キュイン、はい。であとはキーファに落とされなきゃいいけど、メラが通っちゃうんで、ちょっと待って、これまずいか。メラ一撃耐えれるかな。これどうする。こうして、いや、こっからバタフライ届かないね。なんでこっち来ちゃったかな。ここで行くか。で、一撃耐えてもらうしかないね。バラモッちゃんには。負担をかけますが。やらしいの。で、ラリフォー届けばいいんだけど届かないね。あ、ファイアブレス。あ、ファイアブレスで回復されちゃってもやだね、これ。うわぁ、それめんどくさいね。いや。これどうしようか。待って、メラまずかったよ、確かね。あ、そうでもないのか。1100。
うーん、バフかかってない状態だから、いやでも少し呼びたいか、キーファー、キーファー呼ばなきゃまずいかもしれないね。まあこの辺にしときましょうか。じゃあ一応入ってない、こっからで竜を落としたいね。 OK、 まあどっちでもよしと。まあ暗黒のダメージを見せておきましょうか。638、あそうだね、ドゥグンで、ここには追いつけないっしょ、圧縮で、ここに、あーどうしようか、こっち行こうかね、こっちでいいかもしれないね。オッケー。いや最近いいね、あの竜、あの魔王を配布してくれてんのは良くないっすか。めちゃくちゃこのラプソーもそうだけど、マデサゴーラバギ系だった、あれ楽しみ、高難易度だからね、いいですよ運営さん。あーバルボロス行きますか、闇それから光、光じゃないのか、イオって爆発どちらか、あーパンドラボックスじゃなくてトラップボックス、パンドラボックスなんだっけあれも、まあ混乱ね、はいはいはい、電位をフォースをかけて、いや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 、どうしようかな、強いな、であれがいないからバルボロスはなかなか出てこないから正直行きたいね。バルボロス行くか、トラップボックス、フォース、あこれからはあとあのあれですね、非ダメージ予ダメージの時代、今現在はフォースの時代だ、予ダメージ床を引いてフォースをかけて、必殺打ったらめちゃくちゃやぶいんじゃない。はい対戦よろしくお願いします。であとは火ダメージ床を引いてダイヤモンドスライムで身代わり、やばくない、1番3番4番、1番来てまあそれは燃やし返せばいいね。あー食らっちゃう、バルボロスはそこまでじゃないんだね、まあ、闇の力、闇だからうちは結構ねドルマ耐性あるんでいけますね。これ来て、燃やし返すでいいね。でこうだね、こっちはあと出れるとこあんの、もう一マス出れるのか、あー出れないか、惜しいね。で あとは寝かすかなんかって、どうしようかな、7番来て燃やし返す、打ち返す、はいじゃあ行きましょうか、これうんまあまあここでいいね、はい OK です、行こう。バルボロス、いやグレーならバルボロスが出た時もめちゃくちゃ欲しかった、来ますか、それはつらいな、それつらいな、ここから行くしかないか、で剣戦、それからこっちは入ってね、まあまあ入ってなきゃいいか、これで落としておきましょう。で来るわ、ミスで、ミスった、はい、これは、ラリホ半減だよな、どうするこれは、混乱の域いくか、もっとこっちから、でバルボロスはどこまで来る、そこでしょ、だからバルボロスと
アークデモンはバラモスで混乱は狙えないんだ。そうだ。ってことはどうする？ちょっと困ったぞ、これ。困ったよ。技的には何？ドルマドルマ。ドルマドルマ。ドルマ耐性は多分激減。オッケー。どうしようか、これは。まあ、こっち混乱取っておいて、次に、このピサロが向かいたい。ですね。まあ、これですね。一番いいのは。これは取ってくれると嬉しい。取れなかったらまたちょっと苦しい展開になりますね。はい、行こう。あー、取れなかった。ちょっと辛いな、これ。あ、怪しい瞳。怪しい瞳でもいいわ。そこダメ。ダメか。あー、怪しい。怪しい瞳ダメ。どっち？こっち？あー、ダメか。はい、うん、でここで行くか。圧縮で落とする。ピサロってそうじゃないよな。これで混乱を違うね。イオはまずいのよ。ドルマはまあいいとしても、イオがまずい。向こうのアークデーモンと、うちの、これどっちが早かった？ 408。あー、若干早いんだ、向こうのが。イオでやられるね、これ。だったら、これで混乱取る。バルボロス123。バルボロスだな。バルボロスを落とす。でイオでピサロの不屈で一旦耐えてもらう。あかこっちで、まあ逆パターンだね。アークデモンをこの後でけど、ピサロには絶対落とされてしまうと思う、間違いなく。でこれでバルボロスを落とす。で次ピサロで打ち込むにも素早さがあれだからな。まあこれですね。これでピサロ取ってほしいな。さっき混乱取れなかったんで、2回目ですよ。2回目。あー、取れなかった。終わったな、これな。終わった。ちょっと待ってよ。これは、誰を狙うか。ここだな、まず。やるべきところは。こっからここ。あー、そっちか。いてぇ。あー、耐えた、耐えた、ナイスナイス。耐えたらナイスよ。で、混乱をさらに付与していく。ラリフォー弱点はいないよね。3回目の試技いくよ。3回目の試技。はい。よし。で、ここで落とせてくんないかな。落とせてくんないね。まあいいでしょう。こっち行きましょう。でこれですね。次ピサロで混乱して落とされる可能性があるんで、こっから打ちたいかな。ダメか。打てる場所ないか。いいとこで。まあバタフライもやばいからね。いくつあるのこれ。2だよ。ピサロ1、バタフライ2。どっちかに小突きそうじゃない、このピサロ。
まあダメだよね。次、あ、違うか、次行けんのか。次ラプソン動けるよね。じゃあまた行ってきましょう。ミスる、なんかまあまあいいか、簡単に勝つには、うん、やめろよやめろよやめろ、あぶねえあぶねえ、だから言ったじゃん、もうあぶねえ。よし、手柄を立てさせてあげよう。素晴らしい、バタフライがピサロを倒す。よし、それで3ターンを維持できた。いやー、よかったよかった。はい、3戦目です。まあ、イオって感じだね、今のところと。ここザイオ、あー、モーモン、モーモンじゃない、なマポレーナ、マポレーナ行く？うん、精霊の歌行きましょうか。マポレーナくん4突まで行ってんだね。さすがに S8 にはしなかったか素材もったいないもんね、マポレーナ8にしちゃったら。7までは頑張ったけども、素晴らしい、私4ですよ。はい、対戦よろしくお願いします。リゼット眠り、一応なんかバギなんか覚えてなかったっけ、そういう技、バギクロス的なやつなかった、ないのか。激しいおたけびかあんのが。エールね、精霊の歌、アイネズ中回復、移動は3か、うん、まあ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 、じゃあ見ましょう。ちょっと待って、1、1、3、4か、1、3、4か、どうしましょうか。1番、3番、4番、眠りを取る、弱点的なバギか。これは範囲に入ってないね。入ってないね。あ、入ってない。うん。これでいいんじゃないですか。1番出てくる、2番、一応、またじゃないね。また打てないね。魔剣だ。魔剣を打ち込む。3番出てくるのみ。4番出てくるのみ。で、5番がリゼとラリホー。7番がエールですね、多分ね、エールですね。で、あ、6番か、6番がいいのか。6番は、リズレット行きましょうか、これだったら。ピサロだよね、やっぱ基本的に行きたいのね。ピサロは状態以上入るかどうかが微妙なラインだから、暗黒かなんかで打ち込みたいかな。はい、じゃあそんな感じでいきましょうか。うん、グレンのここだね、こっからだね。できることはこれ。あ、え、入ってた、全然気づかなかった。ちょっと待って、ラリホを、ラリホを、で、暗黒、あ、どっちも厳しかったんだっけ。そっか、あ、そっか。じゃあどうしよっか。一応これでもアリーナね。いや、次のあれで、まあこれでいきましょうか。ダメ、やっぱ入れましょう。あ、エールね。あ、エールって何、攻撃守備力か。これですね。
ッケー、いい感じ入った。で、マポレーナを燃やしてやろう。燃やせない。こっちからこれは、こっちがこれでいいね。確かイオが弱点だったはずなんで、いいぞ。で、ファイアブレース。次、まあファイアブレースでいいかな。1個出てやっていきましょう。で、こっちだね。はい、激しい雄たけび、激しい雄たけびはどうした。圧縮と OK。 1600、イオ強化だからなせる技。2ターン。はい、というわけで1週間ですね、ラプソーン、プチソーンですね、使ってみました。1週間終わりまして21勝0敗です。結構配布としては使い勝手は普通ですね。使い勝手は普通だけれども強さを感じられるね、魔王だったんじゃないですか。本日の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。